チークウッドボタニカルガーデンミュージアム・オブ・アート。チークウッド、チークウッドは、アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビル西部にあり、チークウッドボタニカルガーデンミュージアム・オブ・アートを所有している55エーカー、22万メートルの民間の土地である。以前は、ナッシュビルのチーク家による3万平方フィート、2800メートルの上場上風建築の大邸宅だったが、 1960年、美術館として開館した。1880年代、クリストファー・チークは、ナッシュビルで大規模な食料品店業を創業した。彼の息子、レスリー・チークは、彼のパートナーとして働き、1915年頃、家族経営の会社社長となった。レスリーの妻、メーベルウッドは、クラークスビルの有名な一家の出身であった。その頃、 レスリーのいとこのジョエル・チークは、ナッシュビルの高級ホテルマックウェル・ハウスホテルに売り込んだブレンドコーヒーが高い評価を受けていた。セオドアル・ウズベルトはこのコーヒーを最後の一滴まで美味しいと褒めたたいたという伝説が残っており、今も公式な商標として使われている。レスリーとメーベルの夫妻を含み、チーク一族は投資家となった。1928年、ポスツムシリアルカンパニー。 あとのジェネラルフーズは40000ドル以上でマックスウェルハウスの親会社であるチークニールコーヒーを買収した。一家が所有していたチークニールコーヒーを売却し、レスリー・チークはナッシュビル東部の当時森林だった100エーカー0.40キロメートルの土地を邸宅建設のために購入した。彼はニューヨーク在住の建築家ブライアン・フレミングを雇い、家屋や 造園の設計の他に、インテリア家具を含むすべてを任せた。1932年、ライムストーンの大邸宅、18世紀の遺言のある英国様式に影響された広大で、フォーマルな庭園が完成した。レスリー・チークは、この大邸宅に引っ越した2年後に亡くなった後も、メーベル・チークと娘のハルダー・チーク・シャープはここに住んでいたが、1950年代までに、 カルダーとその夫は植物園と美観として使ってほしいと申し出た。ナッシュビルミュージアム・オブ・アートの建物を売却して得た資金により、ナッシュビルのエクスチェンジ・クラブ、フォーティカルチュラル・ソサイティ・オブ・ミドル、テネシーや他の多くの市民団体により再開発が行われた。1960年、チークウッド・ミュージアムが一般公開された。1959年、 ナッシュビルミュージアム・オブ・アートが所有していた美術品をアメリカ美術館同盟公認で寄付され、チークウッドの所蔵美術品となった。中心となる展示物は幅広いアメリカ芸術のほか、米装飾芸術、現代美術など多岐にわたり、特に屋外にある彫刻はウッドランドスカルプチャートレールとして見ることができる。チークウッドのアメリカ芸術コレクションは600の絵画のほか 図面や写真などの5000の印刷物がある。1980年代及び1990年代初期に集められた数百万ドルの価値がある。このコレクションはアりか芸術の歴史を物語る。その中心となっているのがブダペストを中心としたアバンギャルドな作風の8名の芸術家で構成されるザエートによる作品である。他にウィリアム・エドモンソンの世界最大の彫刻コレクション。 ルイーズ・ダール・ウォルフの写真、第二次世界大戦後のバラエティに富んだ印刷物などがある。近年、ジェームズ・ハミルトンや、ウィリアム・ブラッドフォードの絵画のほか、トレイルのために、新しい現代彫刻家の作品を追加するなど、新たな作品の買い取りに力を入れている。装飾芸術コレクションの中心は、アメリカ合衆国で3番目に大きいウスターの磁気コレクション。 18世紀から20世紀の650点の銀製品のコレクションである。チークの大邸宅はそれ自体がコレクションの一部と考えられている。改築では元の建物の形にほぼ戻され、実際に使われていたものを公開しており、ただし木や大理石の床にはカーペットが敷かれてる。メインの廊下の壁画の騙し絵など、歴史的建築のモチーフが保存されている。 以前車庫や馬小屋として使われていた場所に現代、美術コレクションのギャラリーがあり、ラリー・リバース、アンディ・ウォーホル、ロバート・ライマン、レッド・グルームス、マリリン・リィンテンハスなどの絵画を含み、小規模だが高品質の作品を所蔵している。また、古い馬小屋だった場所に作られた7つの小さなギャラリーも展示場として使い可能である。カレル・ウッド・ランド・スカルプチャートレールには、 世界中の彫刻家の15点の彫刻があり、自然の中に現代美術コレクションが溶け込んでおり、屋外の芸術はアメリカ国内の美術館にもあまりを見ないものとなっている。美術館から見下ろせるように広がる55エーカー、22万メートルの植物園は展示、教育、学習に重点を置いている。植物のコレクションには告げ、松、サルスベリ、ラッパ水泉、 忘れ草、花水木、シダ、ハーブ、ヒイラギ、ギボウシ、アジサイ、イロハモミジ、南西部に自生する木蓮、アメリカ花図エンリエウなどがある。チークウッドでは様々なスタイルのガーデンデザインを楽しむことができる。サルスベリの並木道は遠くの丘の美しい景観を一望できるなだらかな芝生の周りにカラフルな花々がカーブを描いている。 ロバートソン・エールス・カラー・ガーデンに続く。このガーデンを出ると、カラフルなツル植物で覆われた8本のアーチの下をくぐれるようになっており、アーチの両脇にはバラエティに富んだ一年生植物や多年生植物が植えられている。次に、日本庭園に入る。ここは、休憩や瞑想のできる静寂な場所であり、他の世界から隔離された隠れが的存在である。ウィルスペレニアル・ガーデンは、 新旧の多年生植物があり、石灰岩の石垣のある日当たり及び彩りの良い庭である。マーティンボックスウッドガーデンは1920年代終盤、造園技師のブライアン・フレミングにより設計及び建造され、階段上の庭に杖の木が広く植えられている。このフォーマルな庭は来場者をまるで違う時代に、北うな錯覚に陥らせる。 春に花々しいハウワイルドフラワーガーデンはもともとナッシュビル西部のコーラハウの家に咲いていた森林に咲く野生の花の庭である。1968年、この庭は石の物置小や石垣などの庭の装飾と共にチークウッドに移動された。この庭を通り過ぎると次にバーテラスガーデンに入る。ここは多くのパステルカラーの一年生植物、多年生植物、 低木などに囲まれた円形の庭が三段の海岸状になっている。バーテラスガーデンを出ると、カレルドグートガーデンになる。この庭は、多種の枝模様、樹皮、葉、実、そして華麗な包容を含み特徴のある花水きなどがある。ハーブスタディガーデンでは、料理、香水、染料、糸、化粧品などに使われる多くの植物に触れたり香りを嗅いだりすることができる。 最後にターナーシーズンズガーデンがある。この庭は、テネシー州の季節ごとの植物に焦点を当てている。この庭園は何箇所かに分かれており、シーズンごとに違う植物を見ることができる。庭園及び植物は教育のためだけでなく、景観として楽しむことができる。日本庭園である松切園は灯籠や飛び石のある、悟りの道、心の声を聞く、竹林。 胃腸やもみじ及びししおどし、ただし竹は固定されており動かないのある石庭。坂道から続く展望台の4カ所に分かれている。近年、チークウッドの植物園では大規模な企画展示が行われている。美術館、植物園の他にギフトショップや美しい東の緑の丘が眺められるパイナップルルームというレストランがある。楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。